変長らくお待たせいたしました。ラジオを聴く皆さん、そしてインターネットをご覧になっている皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、FM 読谷中日ドラゴンズ特別番組、千葉リオ中日キャンプイン読谷。本日、2月28日金曜日、時刻は4時を過ぎておりますけれども、パーソナリティを務めます、久しぶりですね、日上ゆきと。マサヤでございます。よろしくお願いいたします。はい。さあ、マサヤさん。はいよ。先週はどうもありがとうございました。ね、岩手県に出張中は私が先週ね、そう、担当したわけなんですけど。そう、みんな出張に行ってたの、私。そう。まあ、それでも、ね、名古屋で、番組を担当してる石黒さんも先週来ていただいて。で、ユミタンソンの観光協会からは、比嘉仁さんを。うわぁ、仁さん、ありがとう。はい、招いて3名で男がっつりと、男がっつりだね。中日のお話をしたわけなんですけども。うん。いや、いいっすね、やっぱり。よかった。中日を愛するこのメンバーが、この1時間、中日を語る。なかなか聞けないですね、こういう番組は。なるほど、ね。石黒さんも言ってましたね。なかなかできないですよ、こういう番組はって。なるほどね。いつもね、必ずと言っていいほどこの番組を構成するときね、男女ペアが結構多いじゃないですか。そうですね。ね。でも3人がっつり男性っていうのはなかなかないので。そう、全くよかったんじゃないですか。比嘉仁さん、観光協会の。ああ、はいはい。中日の大ファンで。そうなんですよね、なんか。昔の選手からね。こういうお話を石黒さんとがっつりしてて、まあ、聞いてる私もすごく面白かったというか、それを聞いてるリスナーも。共感できる部分はあったと思うんですけど。なるほどね、はい、楽しかったです選手は。うわー、でもね本当に、皆さんがですねこういう風にこう FM タの方にもねまた石黒さんがね、足を運んでくださってまた番組を盛り上げていただく、本当にありがたい話だな。ありがたかったですね、本当にね。ちょっと会いたかったんですけどね、会えなくて本当に申し訳ないなと思ったんですけども、また来年来るそうなので、はい、石黒さん本当にありがとうございます。あ、石黒さんと言ったら、ね、石黒さんも、名古屋の方でですね番組を担当しているじゃないですか。そうそうそう、ね、その番組に私電話中継でも、そっかそっか、そう出演させていただいて、そうだね、はい、またねこういうこのなんか好感な感じでやるの面白いかもしれない ね、お互い応援するチームは一緒なので、そう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 、うん、ぜひよろしくお願いいたします、はい、さあ本当にね先週は本当に申し訳ございません。でもね、まさやさん、そしてですね石黒さん、そして比嘉仁さんの方がですね番組を盛り上げてくださったということで、本当に安心いたしました。さあそんな中、まさやさん、はよ、あっという間の1ヶ月。2月は本当にあっという間だね。逃げるって言われてる、ね、月だから、もう終わりか。そう。今日はね、本当に2月28日ということで、またこの番組も金曜、毎週ね、金曜日に、皆様にお伝えしてるんですけれども、はい、2月も終わり、そしてこの番組も終わり、そして中日ドラゴンズのキャンプも終わり。そう。何か全てがもう終わりの日なんですよ、今日。あっという間だね。うん。まあ、終わりというか、まあ、ここ沖縄でこの体力作り練習で改めて確認し、この日本一を目指すという土台を作り上げたんじゃないかな。また新生ドラゴンズっていう感じでですね、今年のこのドラゴンズの、練習風景を見てみますと、はい、北谷球場もそうなんですけども、はい、ここ読谷村のね平和の森球場の方でも、夜遅くまで、そうそう、ナイターも ね完備されてるので、そう、自由自在に練習ができるというか。選手の皆さん頑張っていましたね、本当に、頭が下がる思いだったんですけど、でもそれこそがプロなんだなっていうことがね、また感じましたけどもね。さあ、こちらですね、中日ドラゴンズの選手の皆様、まず、北谷球場なんですけども、マサヤさん。はい。北谷球場は一足先に、昨日ですね、そっかそっか、打ち上げが、行われておりました。その記事がですね、今朝の沖縄タイムズの方にも掲載されておりましたので、はい、こちらの方をちょっとご紹介いたしましょう。はい、はい、こちらですね、沖縄タイムススポーツ面の方にですね、昨日の、チャタン球場の打ち上げの、記事が掲載されておりましたので、ご紹介させていただきます。谷繁監督も納得顔。はい、こちら中日です。チャタン、タタンって。タタン球場って、マーヤが。タタン球場ね。噛まないようにと思って、やっぱり噛んでた。チャタン。チャタン。はい。チャタンキャンプも打ち上げた、ということで、はい。谷繁監督は、選手兼任として過ごした1ヶ月を、早かった。大きな怪我人がなく、最後までできてよかったと振り返ったそうです。チームの雰囲気について、聞きますと、競争意識は、投手にも、野手にも、
出てきたとの納得の表情、ね、はいはい、自身の調整もどうですかと聞くと、うん、イメージしていた進め方ができたと順調な様子だったと言われております。はいはい、ね、じゃあこちらですね、本当に、3月1日からはオープン戦が本格化します。うん、そこから試合に出て1年間戦える準備をしたいと最後に語ったそうですよ。なるほどね。うん、手応えはあるんでしょうね。そうですね、今回のこの中日ドラゴンズの監督、種重監督、そしてまた、選手兼任ということで、そうだよね、うん、これもちょっと話題にはなってますからね。選手石黒さんもおっしゃってたんですけど、はいはい、今回このもちろんこの中日がどういう試合をするかも、うん、もちろん楽しみなんですけども、うん、もう一つの楽しみ方として、ね、谷繁監督が、うん、ベンチどちらの位置に座るのかっていうのもまた一つのこれ見どころですよと言ってました。座る選手時代はやはり捕手なので、うん、そのプロテクターをつける時間、うん、この他の選手とはまた違う時間を要するということで、うんうん、この座る位置、うん、谷繁さんが今まで座ってた位置っていうのがあったそうなんですけど、うん、だ今回も監督じゃないですか、うんうん、監督兼選手ということで、うん、どこに座るのかっていうのも楽しみだそうですよ。これもこれベンチの位置、そうそうそう、 あれ座る順決まってるの、で監督であるっていうゆえの位置もあるけど、うん、でも捕手で出場した場合、うんうん、はいはい、どこに座るのかっていうのも楽しみだそうですよ。なんか私のイメージでは、うん、他のね他球団の皆さんもそうなんですけども、うん、監督って端っこのこの壁に伺って、ほとんどそうじゃないですか、立ってるイメージ、うん、そしてちょっと片足前に出してるねっていうイメージがあるんですけど、どうですか。いやこれ自分もそうだと思うんですけども、うん、ただまあ、他球団になるんですけど、古田選手が、はいはいはい、実際にそういうふうにして監督兼捕手やってた時代、あの時も噂になりましたからね。古田さんはバラバラだったんですよ、うん、よく見てましたね。バラバラだったので、うん、やっぱりこの自分が捕手である、でも選手を見ないといけないっていう、このなんだろうな、注意散漫ではないけどいても立ってもいられなくなる状況があるのかなってちょっと話したんですよね。いろんな心境がわかるんだろうね、選手でありながら監督でありながら、でも今ちょっと思ったんですけども、うん、今、以前のね、ヤクルトの方にいました古田さん、うん、古田さん今いるよね、フリーですよ、フリーですよ ね、うん、ねこの古田さんはもう、うん、キャッチャーだったじゃないですか、捕手ね、ね、うん、でも今回のまた中日ドラゴンズの、監督谷繁監督もキャッチャー、うん、そしてまた、古田さんと同じような選手でもあり、うん、やはりキャッチャーというものがなんか監督のこの位置っていうのは結構高い位置なんですね。やっぱあれじゃないですか、何何司令塔というかこの全体を見渡せて指示が出せるというか、ね、うん、やっぱ捕手は確かに全体を見れて指揮を取れるというふうに言われてるんで、うん、星が司令塔なんだね、うん、確かにそうかもしれない。野村監督だってそうだったじゃないですか。そうだ、うん、だからね、うん、こういうふうにして選手権やってた方っていうのを監督、うんうんうん、やっぱ星ですよ。なるほどね。さあ本当にもうたくさんのですねこの思い出を今日はですねたくさん語りたいなと思いますけれども ね、 はい、どうぞ皆さん最後の最後までよろしくお願いいたします。はい、中日ドラゴンズ特別番組千葉リオ中日キャンプイン読谷、この番組は、琉球青森ザンパ東蔵有限会社三沖、豚屋黒政ロイヤルの提供でお送りいたします。
ます。なんかえっていや行くよって。ごめんなさい。なんか準備がさあ、ラジオ機内さん、インターネットをご覧になって皆さん、時刻は4時17分にもう間もなくなりますけれども、はい、お届けしております中日ドラゴンズ特別番組、千葉リオ中日キャンプイン読みたん、お届けしております。はい、打ち上げ。はい、今日打ち上げ、私たちも打ち上げ。そうだね、本当にあっという間だね。ね、4回こなしてきたけど、うん、1回目の時はチアドラね、ちょっと振り返ってみますか、マサヤさん。ね、うん、さあ、うん、1回目、私たちも久しぶりのね、1年ぶりの放送ということで、そうそうそう、ちょっと緊張気味の、うん、ね、なんだけど、なんだけど個人的にも楽しくできた1回目、2月の7日。なるほど、楽しかった。あの時いい匂いしたスタジオが。でも可愛かったね、チアドラのさ、ねうんね、リカちゃん、そうそうそう、リカちゃんと本田リカさんと、うんうん、野々山さん、あこの二人、のんちゃんって言われていたね。そう、来てもらって沖縄に来て何がしたいって、うんうん、なんだ手びちくいたいだったそうそう、ラフテーだってサトウキビとか、うん、かじりたいって言ったねそれも面白いね、彼女たち招いて、うん、あとこの、小池さんとかね、うんうんいらっしゃってたんですよ、うんうん、一緒に小池さんたちは結局喋らず喋らずね、楽しかったよというふうに、ね、あそこからも言われたので、もうびっくりしましたけどねでもね本当に小池さん、うん、ね、以前のですね中日ドラゴンズ、はいはい、2軍のね、かあ監督、監督じゃない、2軍のマネージャー、うん、あの北野さん、はい、今はねもう一部、今はもう総括っていうかね、うん、選手の皆さんを査定する側に、なんか似てるんですけど、とてもね似てて、そうね、身長がじゃない、ね、このタッパがすごいよね、この圧感、あやっぱりもうね、このビッグな感じがすごい、確かにする、ね、するするでしょ、するするね、やっぱり多分私以外の人も多分感じてる人いると思うんですけどね。いやでもとってもなんか気さくというか、いい人だった、面白かったね、ぜひ今度は番組に出てほしい、ね、ぜひ出ていただきたい、声を出してほしい、うん、ね、多分 FM タのスタジオ好きになったかもしれないそうだね、小池さんはでも初めてじゃないでしょ、 FM タ初めて、初めて、そうなの、うん、前からなんか知ってるかのような、あ、たタツさん、タツさん、はいはいはい、もう多分初めて、そうなの、うん、あの中では本田リカちゃんだけ、え2回目、あマジっすか、うん、そうか、そうなんか毎年生きてる感じ。でも、ね、でもリカちゃんももう終わりって言ってたからね。そっか、そうだね、チアドラね、チアドラね、卒業って言ってたから、あなんかもう本当に寂しくなってしまうね、こういう風に考えると。何、チアドラで思い出したんだけど、あの石黒さんは、うん、名古屋でこの中日応援番組、うん、中日ドラゴンズ応援番組してるっていう話をしてたじゃないですか、はい、選手もそうなんだけど、うん、裏方の方々を主にラジオで伝えてるそうなんですよ、うんうん、っていうのが裏でこういう風にして苦労してる方々がいるんだよっていうのを、うんうん、あの名古屋の放送局で言ってるそうなんですよ。でチアドラもそうなんですけど、はいはい、選手並みに動いてるっていうのを伝えてて、で彼女たちはただのニコニコしてる環境で練習してるわけではない、うんうんうん、なんか練習もね、うん、超ロングランでしたからね。そう、まさに選手並みでしたよね、うん、もうあの細い体でよく持つなって思うぐらい、ほんと私の分けてあげて、私がもらいます私ね、あの顔に筋肉欲しいわけ、欲しいじゃあ後であげるよ、よろしくお願いします自由自在なんですね、自由自在、はい、もうポンポン、おめでとうございますなんで志望の話になってるんですか中日のチアドラね。チアドラね。でもね、ほとんど、私たち FM タウンの方もですね、選手の皆さんのスポットライトっていうものはね、結構あの新聞や、うん、このね、名古屋のテレビ局、ラジオ局などもね、はい、当たってるんですけども、そして、なんといっても、読谷球場、うん、ね、大体こう、中日ドラゴンズも1軍2軍とね、分かれてはいるんですけど、うん、でも全体的に、中日ドラゴンズはですね、行き来が多いんですけれども、ね、でも大まかには1軍が茶壇ねとか、2軍が、読谷ねっていう形で、多分線は引いてはいるんですけれど、うんうん、でも、選手の皆様のこの、
準備の段階なので、うん、1軍の選手が2軍のこの球場の方のね、うん、フェミターの方に来たりとかしてるんですけど、この大まかに言うとそういう風に分かれはするんですけれども、うん、私たちは本当に、ここ、次のね、うん、一軍に行くぞというこの熱い思いのね、うん、持った選手の皆様のですね、応援をっていう形でね、うん、応援をしてるんですけども、そんな中本当にこのグラウンド整備をしてるですね、うん、方たちとか、あ、そうそうそう、ね、その話もしてました。してました。グラウンド整備、この読谷球場のグラウンド整備、うん、杉山さんっていうね、はいはい、方がいるんですけども、うん、あの方もね、昔は、キャッチャー、多分杉山さんもキャッチャーだったと思う。あ、そうなんだ。うんうん。方もね、すごいもう最初から一生懸命このグラウンド整備をするんですよね、うん、この時期っていうのは沖縄県の方は雨が多いじゃないですか。そう、なんでか知らんけどね、うん、多かったね、うん、そんなね、なんかこの今年のキャンプもこの最初、うん、ね、すごい大雨でね、暑くなったり雨降ったり寒くなったり、うん、もう意味くじわからん、もう意味くじピーマンウーマンだったもんね本当にこういうですね、様々なこのトラブルがあるにもかかわらず、うん、グランド整備、そしてそれをですね支える皆様、うん、関係者の皆さん、そして、ここ読谷の球場の方にはですね、若い読谷の、若者たちがお手伝いもね、うん、してくださって、ね、うん、ボール拾いとかもね、一生懸命やってましたけれどもね、うん、そういう方々も、いてからこそ、うん、選手の皆様が成り立ってるということをね、よく皆さんがおっしゃるんですけどもね、うん、でも本当にこういう人たちにもちょっとスポットライトを上げてね、やってあげたいなっていうことを思いますけどもね、うん、お疲れ様でした。グランドも、あの平和の森球場、読谷の球場は、うん、ね、赤土から黒土に変わって非常にやりやすかったと、うん、水当ても良くなってるっていう声も聞いたので、そうそうそう、うん、いや、我々もこの中日ドラゴンズの選手が練習したこの球場を今後は使用できるって考えるとワクワクします、うん、ワクワクするね。黒土ですよね、かっこいいね、やっぱね。あ、いいっすね、ね、で、うん、これを維持してほしいね、ぜひ。確かにその通りだと思います、うん、多分経費はかかると思うけれども、うん、でも維持してほしい、うん、大丈夫ですよ、ね、うん、ぜひ読谷村役場の皆さん頑張ってください役場新刊じゃなくて、もうこれはもうみんなでね、みんなで使う人、みんなで、そう、うん、道具とかもね、まさかの役場の読み方結構ね、マサヤさん、中日ドラゴンズの皆さんね、うん、本当に心温かくて、いろんな ね本当に機材とか、うん、あの土を鳴らすものとか、うん、そういうものを置いていってくださってるんで、知ってる？あ、そうなの？そう、へえ、それを大事にもっと使ってほしいなって。そうなんだそう、結構置いてるんですよ。じゃあ、ね、球場に置いてあるトンボとかも全部あれ、あ、結構、はい、あ、そうなんだ、これは知らんかったな、うん、そうだからね、もうちょっとなんか大事に1年間あの、みーさん今ビビビと思ったことがあるんだけど、はい、私、あの地蔵っていう人と、地蔵、うん、っていう人と、はい、あの FM みたいに唯一のなんちゃってスポーツ番組やってるんですよ、うん、知ってる。最初はスポーツ番組だったけど今はちょっとスポーツ番組と言えないような、スポーツ番組やってるんですよ、うん、FM みたいに唯一の、うん、で、読谷村に関わるこの下のちっちゃい子供たちから先輩方までゲストに招いたりすることが多いんだけど、うん、少年野球のさ、はい、子たちがさ、うん、来た時に、うん、あなたは何をこの野球、まあ、卒業する子供にさ、うん、野球で学びましたかっていう質問に対して、うん、どこのもチームか忘れたんだけど、うん、あのその親だったり仲間だったりっていうふうに話したのね、うんうん、はい、でその中で自分が付け加えたのが、うん、道具にも感謝したよってことを伝えて、この道具がないと野球できないし、もちろん買ってもらうっていう親にも感謝しないといけないけど、うん、野球ができる道具にもあんたたち感謝してよねって話をしたら、うん、分かりましたってこと でこの子はもう高校生になってるんだけど、あの時言われた言葉僕覚えてますよって最近言われました。あ、すごい、はい、だからもうさっき中日の選手のこの、ね、うん、道具の話したのでちょっと思い出した、うん、わ、でもね、うん、こういう風にね、やっぱり、スポーツマンプロの選手の皆さんっていうのをね、うん、やっぱそういうのをたくさん経験してきてるからこそ子供たちにも伝えたいっていうものがあるのではないかなと思いますね、本当にね、うん、プロ
がしか伝えきれないことってあるからね。背中を見せるというか絶対あるのでね、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、さあね、こういうふうにこの、1回目がですね、チアドラの話からね、この道具の話もあ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。でもいい感じだな。石黒さんが好きそうな話してますよ。あ、そうそう、本当わかる、結構好きよね、熱いですよ、熱いねでも本当にね、このいろんな方々をですね、うん、お招きしておりますけども、はい、この番組ね、うん、でも、選手の皆様が一生懸命頑張ってるかそうこそ、うん、私たちの方もこの番組を通してね、選手の皆様そして、応援したいんだけど名古屋からなかなか沖縄に来れないという、うん、ね、皆様にも情報をね、しっかり読谷球場で練習している、選手の皆さんや関係者の皆様の情報をお届けするために、うん、はい、放送の方も頑張っていますけれども、でも今日が最後、寂しいけどまた来年、うん、大丈夫だと思う。15年の2月にこの特番はあるので、うんうん、はい、絶対にね、やります、うん、でも正也さん、うん、この、特別番組2回目、うん、ね、うん、2回目も、ゲストインはなかったんですけども、うん、でも電話中継をしたの覚えてます？え、電話中継、うん、いや覚えてない。え、いつ？読谷のグッズと言ったら、あー、なるほどなるほど、うん、はい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 、読谷ソンと中日ドラゴンズのコラボの商品、うん、そう、そっか、ね、したね。そう、昨年からですね、この、中日と読谷ソンのオリジナルなグッズというものがですね、販売されまして、うん、本当に中日ファンの皆様がすごく喜んでそれを買って帰る姿っていうのがですね、うんうん、そうだね、見受けられるんですけど、うん、そういうね、グッズ紹介などもこの番組を通して、うん、皆様にお伝えしましたけども、はい、結構な売り打ちすごい、もうこれぐらい売れてるよっていうね、私みたいな、これぐらい売れてるっていう表現を売り打ちっていうんですね、覚えとってます、ありがとうございましたありがとうございます。でもね、本当に結構売れたんだって、売り打ち、うん、あ、そっか、確かに、あの商品もね、すぐにもう品切れ、そう、あのバッグ、あ、トートバッグ、トートバッグかわいい。電話で繋いだ時は限定10個でした、うんうん、ぐらいしかないって言ってたからね。でもね、もうすぐなくなったみたいよ。だろうね、うん、だって読谷の球場でしか手に入らないもん。そうそうそう、嬉しいね。そして T シャツも完売、うん、あ、そうなんだ、うん、だってこの期間中って高いえ発注してるんだよ、どんどん発注してるの、間に合わないんだ。間に合わなかった。そっか、もう完売、すごいね。おめでとうございます、はい、さあまだまだ続きますよ、残り後半戦でございます。って言われました皆さん確かに A ですよ私、はい、A ですメールがさ、はい、見て、何、ちょ、こんなって来てるんだけどどうするこんなって来てるの、おはようございます。これは23日、オープン戦もあったね、うん、そう、今回ちょっと行けなくて残念だったんだけど、でドラシャメ来てる、ああ、塚本選手で、嬉しいね、誰だろう、こんなたくさん、うわあ、カズさん、すげえ、カズさんありがとう、特派員いいんだよこれ、本当嬉しい。私店さんが好きって言ったらね、いろんなところの店さんのショットとかでいろんな話をしてくれるんだよね。すごいやつさ。そうそう。ダイエーの時も追っかけてたからね。そうなんだ。多分店さんは知らないと思うけど、結構私見てたんだよね。そうなの？うん。そうそう。超待てたね、店さんを見てたはずなんだけど、うん、店さんの手前にいたこの佐藤選手だったかな、佐藤、うん、いたんですけども、その選手がなんか自分を見てると思って、うんうん、何かみたいな何、あ、違うって言えなくて、あ、サインをくださいとか言ったら、いいよとか言って、それ西武球場だったんですけどね、西武球場、はい、西武球場ってね、本当に、なんて近いのよね、そうなんだ、このブルペンと練習しているところと、もう間近で見れるので、でおいって言ったらすぐだらこの網の中からこのペンと紙を入れてこれに書いてみたいな、できるんだ、できる、あ、終わっちゃう、こんなのもできるんだね。
は。かっこいいね。かっこいいね。かっこいい。でもこのジングルが聴けるのももうあとだからよ30分。早いやつ本当に。素敵ね。あっという間の2ヶ月だったけど、うん、あ1ヶ月だだったんだけど、うん、とっても濃ゆかったなと思います。濃ゆかった、うん、この今回の中日ドラゴンズもそうなんですが、うん、応援番組もそうなんですけども、うん、中日ドラゴンズの選手の方々と この練習も、うん、ちょこっとしか見に行けてないんですけども、うんうん、なんか去年よりもさらになんか、うん、みんな熱く練習してたって感じです。あブルペンは見れないんですけど、細田さんから見て、うん、どうでした？よかった、例えばその走り込みだって、うん、読谷の陸上競技場できてるこの外装を回ってる選手だったり、はいはい、その外部飛行場跡地を走ってる選手だったり、うん、なんか今年はとっても多く見たような感じがします。うん、まあ、自主トレなんですけどね、うんうん、もうそういう中でいろんな選手の方々が、うん、今年こそはってね、まあ、去年やっぱりこのね、十何年ぶりに B クラスだったってこの悔しい思いがあるので、うん、今年こそはっていうね、多分思いは選手皆さん一つだと思うんで、本当ですよね、熱いな中日って思った。熱かったね本当にね。やっぱりこう、うん、何、あ、いいよいいよ。違う、この中日ローンズを応援するという読谷村も一つになっていろんな、まあ、イベントが行われてるじゃないですか、うんうん、2月8日にもね、イチャビラ祭っていう、あ、やったね、駐車場で平和の森球場の駐車場でイチャビラ祭って、うんね、それでも多くの方々が訪れて、そう、しかもね観光客の皆様がね、うん、多かったんですよね。多かったし、今年で6回目なんだね、イチャビラ祭は。そうなんですよ、うん、立花立花イチビラ祭、うん、2月8日に行われて、うん、でまたこの中日ドラゴンズ官邸の食べ物出店ブース、うん、この屋台広場っていうのも大盛況だったみたいで、うんうん、ね、この多くの方々がこの日しか食べれないフード、うんうん、ね、食べてもう満足して帰って、で中日ドラゴンズの選手の皆さんの練習も見て、うん、ね、選手も食べてましたよ。あ、そうなの、うん、そっかそっか、うん、でグッズも手に入れて、うん、非常にこのいい取り組みのイチャビラ祭だったなって今年も思いますけども、本当ですよね、中日ドラゴンズの選手の方々との、あの種まきもね、うんうん、あったじゃない、うん、聞いてる人らしい、聞いてる聞いてる、ね、種まきもあって、うんうん、でこのルーキーの方々がその舞台に上がって、うん、ね、みんなに向かって種をまくっていうね、うん、先週さ何種まきあったよねって話をしてるのに、うん、自分さあ、いいや、これ終わってから話します。いいですいいです、終わってからって、この番組が終わってから、うん、終わってから話します。言い間違いしたんだよ。言い間違い、うん、はい、したんだ種まきっていうのをまた別の言葉でちょっと言ってしまった。じゃあチェックしとかないといけないな、はい、よろしくお願いします、ね、そういう楽しいイベントもありましたね、2月4日、ね、うんとね、さあそして、うん、マサヤさん、はい、はい、イチャビラ祭もね、選手の皆さんも楽しんでいただきながら、うん、ね、ちょっと残念ながら少年野球のね、あ、そっか、 野球教室はなかったんですけれども ね、うん、でもこういう選手の皆様はですね、それぞれこういうこのお祭りなど、うん、そして参加して、そしてまた牛と丸焼けパーティーあったね、これもね、うん、15日でしたね、あれはね、そう、うん、毎年ね、司会を務めさせていただいてるんですけれども、ね、がよ、はい、頑張ってる、あーし、頑張ってるって自分で言われてだってお肉が食べられないけど頑張ってる、いや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 、香りだけ、香りと選手の、あれはね、そうなのよ、マサヤさん分かる、この気持ち分かる、とっても、今回はこの中継もつないだんで、あ、そうそうそう、 FM ターンの方中継をさせてねいただいたんですけれども、本当にね、選手の皆さんを見てるだけでも楽しいんですけれども、うん、それをこの食べっぷり素晴らしいね、そしてあの黙々と煙が出て、あのいい香りがね、あれいいっすよね、いいんだよね、ザ煙、ザ煙、本当にしかも今年の肉の質、はい、もうトク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 ええぐらい、え、なんでなんでそれ、最高級、マジっすか、マジっすよ、え、あ、じゃあちょっと裏話してあげようか、なんでなんで、聞きたい、おじさん初めて聞くよだっちかせてごらん、はい、おじさんにも、そして多分ね、この牛と丸焼きパーティー参加されてる皆さんもね、そう、分からないと思うんですけども、特にまだ名古屋の皆さんとかね、はい、大体この地元主催でやるんですけどもね、大体お客様は地元の皆様が多いんですけどもね、はい、この牛と丸焼きパーティーね、本当に牛を一頭連れてくるのかなっていう感じがします。あ、まあまあ確かにね、名前はね、うん、そういうネーミングですからね、だけども来年も必ずこの牛と丸焼きパーティーってやるじゃないですか、はいはい、もう最初にこの牛一頭を買うんだそうです。
牛もう、うん、もうこの牛が、これがお肉になるっていうこの牛、はいはい、というものを、あ、じゃあもう買いましょうねこの牛をってもう最初に決めるそうなんですよ。あ、なるほど。約1年間かけるんですけどもね。え、1年も、うん、そう、その前からもうこの牛が決めるんだ。牛と丸焼きパーティーの牛よって、これは使うぞ、そう使うぞ、これは何、読谷村がってこと、そう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 、もう最初にもそういう風にこの牛を決めてるそうなんですよね。でもこの牛が最高級なのか最高級じゃなくなくなるのかっていうものわからないじゃないですか。わからんね。そう、だから、牛の肉を見てのお楽しみっていう。あ、なるほどね。じゃあ、ある意味家計みたいなもんもあるんだ。そうなんだ。これそれが今年はもう最高級当たった。へえ。あ、じゃあいけるね、中日は今年で。そう。で、昨年より以上のものが今年は皆さんが食べたんですよ。あ、そうなんだ、うん、今年じゃあ食ったこの読谷の企業さんとか関係者の皆さん、そう、ラッキーっすね。読谷も日本一になったじゃないですか今年。なったね。2014年1月1日ね、人口の多い村ということで、ね、うん、日本一になりました、うん、さあそのね、この縁起担ぎとして、そしてお肉もぴったりカンカン、最高級の肉になり、ね、ぴったりカンカンに なちかさよ。なに、そしてチュニドラゴンズの選手の皆さんがキャンプインをしてる、はいはい、その中また来年度に向けて、あ、違う、うん、4月以降ね、うん、向けて日本一に向かってスタートをしたのが、読谷の地、始まるから ね、そして山本正投手もこの読谷からスタート、はいはい、毎年そうですよ、はい、しかも吉見投手もいました。だからね、ね、もういろんな選手が、いろんな選手がね、読谷からスタートしたっていうことは、うん、今年の中日ドラゴンズいけるんじゃないかなって、さらにこの牛とマレキパーティーで感じましたけど、いいっすね。何かこういうラッキーが続くというか、そう、何かあれですかね、運命があるんですかね。運命があると思うよ。もしかすると来年またここでパレードできるか。あ、ね、やってみたい、ね、いやいや、ぜひ見てみたいね。え、うん、やってくれないかな、ね、日本一、まあ、リーグ優勝、読谷から茶炭のね、この道をパレード。あ、いいね、うん、だって球場それぞれあるじゃないですか、チャタン球場。あ、いいかもしれない、ね、見てみたい。そういうのやはり日本一になってからこそしかできないものなので、ぜひドラゴンズ頑張っていただきたい。あ、もうよろしくお願いします、応援しますんで。はい、もちろんじゃないですか、ね、やっぱりもう選手もチアドラもそうなんだけど、やっぱドラモンで頑張ってたね、うん、ドアラ頑張ってたね、うん、ドアラもね、年俸制なので、まあまあ、リアルな話、リアル、ね、うん、ドラマ年俸で、そう言ったらすごく突っ込まれたんだけどね、すごいよ ね、 ね、皆さんに公表しているのは、あの食パン、食パンってパン、うん、ドアラがね、この年俸の話をしているときに、うん、食パンで僕こんだけ分お給料がなくなったのみたいな。あ、で、あ、そうか、喋れないから、喋れないから、もので、食パンを割ってこんだけ分減ったんだよっていうね、このリアルさを出してたんですけども。あ、そうなんだ、うん、そう、それをあえてね、ドアラに言ったの、はい、食パンが減ったの、何が減ったの、わかんない私って言ったら、うん、おい、これだよこれみたいな。やらしいなこの女。わかってるのにあえて言いますみたいな。そう、怖い、そう、ドアラね、いつも私に会うと突っ込むのよね。いや、でも楽しいよ、お前ちゃんと聞けっていう感じで言われて、ね、ドアラは楽しい、本当に楽しいね。でも本当に選手以上に大人気で、またお忙しだからね。あ、本当にそうじゃない、うん、ね、他球団ではここまでチヤホヤされるマスコットってないんじゃない、チヤホヤって、ね、でも大人気だから、うん、そしてドアラにも本当に感謝したいなと思うことがあって、それは本当に、最近かな、昨日一昨日ぐらいかな、うん、ドアラね、古源中学校の正門に立ってたんですよ、はいはい、あ、そうそうそう、うん、ね、朝の挨拶運動みたいな感じでしょ。そう、ありがたいなと思ったね。おはようも言えないのに。おはようも言えないけれど。でも、この動作と、ね、朝早く子供たちと、小学生ならわかるんだけど、小学生ならね、はいはい、あ、ドアラだーみたいな、うん、ね、やると思うんですよ。中学生ってちょっと難しいじゃないですか。そうだね、確かにね。思春期で。うん、あ、来たばみたいな。本当は ね、がっつりあーってやりたいのに。ドアラだ、嬉しいって思ってる、ね、でも終わった、兄もあったさ、そう、あったね、うん、そんな時期が、そう、あったんだけど、うん、でもドアラっていうのはみんなを笑顔にさせるんだよね。いいね、本当にね、一匹来ただけで、一匹来ただけでなんか変わるさ、一人か、うん、ドアラは一人なの。あ、一人か、そうよ、一人でいいんだ、一体
いや、一人でいいです。一人でいいでしょ、はい、そうかそうか。ね、そんなね、ほんとドアラもここ読谷の方にも来てくださって、また、うん、残念ながらスタジオの方にはね、足を ね、 今回はね、運ぶことできなかったんですけど、来年また何かドアラをですね、このスタジオに、だからよ。何かさせない、させ、させ、あ、そう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 、すん、そう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 。させたいね、ドアラもね。一度、ここドアラね、来た時に、うん、ドアラ、沖縄の、うん、民謡楽器を触れるという題をつけまして、三線や、太鼓もあったかな。あ、そうなんだ。それと何、サンバ、サンバ、うん、あ、なるほど、サンバね、カタ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 、そうそう、するこの指に、ね、入れて、どうあら指あります、そう、あ、あるよ、あ、そうなの、そうそう、ちゃんとさせたんだから、あ、うん、三線も弾かせたんだから、あ、そうかそうか、うん、手あるんだ、手ある、ある、そうか、指ある、ドラえもんみたいにグーとかじゃないんだ、あ、それ私、あ助けてそういう感じでね何かね、一緒にあのコラボ的なもの、うん、読谷でしかできないものっていうのをやってみたいなと、来年はね、うん、ドアラもねちょっと企画を出していいかもしれない、来ていただこうか、読谷、うん、のこのエヴェ読谷でしか見れない、うん、聞けないドアラを作る、ね、頑張ろうかなと思います、私作る、あなた作る、来年作る、あなた作る企画しようね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、でメールもバンナイツリーってどうしよう、じゃあメールはその後、後に、分かった、うん、で、うん、せっかくなので、うん、マサヤさん先週オープン戦、あー、はいはいはい、はい、チャタン球場の方で行われた土日ね、うん、その時も多くの皆様がここ沖縄の方にその日にちに合わせて、ね、来てくださってたということで、残念ながら、土曜日のオープン戦はですね、うん、ちょっと1対2で負けちゃったんだよね。そうだね、うん、相手さんなんでね。そう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 。でもね、選手の皆さんね、本当に、あの、又吉選手、うん、ね。あ、そうそう、沖縄のね。出してくれたっていうことで、監督ありがとうみたいな。らしいっすね。うん。これも大きくね、新聞なども掲載されており、うん、やはりね、指笛出たでしょうね。なるほど。ピーナイピーナイ。ピーナイピーナイ。ね。いや、指笛も沖縄特有ですからね。そう。でもね、本当にこういうこのサービス精神ありがたいなと思った、うん、特に本当にせっかくね、沖縄の方々が見て、くださってるっていうことで、うん、又吉投手をですね、また使ってくださる、はい、谷繁監督嬉しいなと思いますけどね、うん、さあ、そしてそういうこの勢いに乗って、はい、日曜日行われておりましたね、阪神戦だったかな、うん、4対2で勝ちましたね、うん、4-2阪神戦、また新たなメンバーを加え、そして、うん、新監督のもと、勝利を挙げるって、なんか気持ちがいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、調整をしながら、うん、まあこの、うん、なんだろう、試合期間ではないけど、うんうん、ね、3月からの、うん、もう3月から本格的にも始まるんで、うん、それに合わせた調整ができたんじゃないかなと思います。そうそう、選手の起用とかね、本当ね、新しい体制なんで、選手の皆様は今度また二手に分かれますよね、うん、名古屋と福岡だったっけ、うんね、そうですね、このキャンプですよね、うんうんうん、またね、選手の皆さんは第2弾のキャンプインという形で、うん、体作り、はい、していくんだなということをですね、うん、また改めて見せられていますけれども、はい、はい、さあ、お届けしております FM ターン特別番組、中日ドラゴンズ、あ、中日ドラゴンズじゃない、当たってるよ、当たってるね、千葉リオ中日キャンプイン読みたんですけども、はい、もう残すところあとわずかの時間、 CM をね一回挟みまして、うん、皆様に、たくさんのメール、そしてですね、ドラシャメゲームの最後の当選者発表もしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん耳を傾けててください、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたしますそんなドラマも戻らな、せっかくの縁だし、おお、なかなかなりそう、同様裏腹山なりのロー、平坦すぎて耐えらんねえ、快感大胆に刺激煽る階段、走り出す先はワイディングロー、足並みはバッチリともりこう、我が町の誉れのあれついてくまで息自由日々とビル一緒に掴み取るフォーシーズン、昨日を拭うのは明日、地に根を張り、いつか実る涙、ゆっくりでいいさ、
その足は確かな奇跡を生み出す。一人の百歩よりも百人の一歩。きっと大きい。中日ドラゴンズ特別番組千葉リオ中日キャンプインヨミタンお届けしております。今日で最後だよ。あ、寂しいね。これなんかの CM に何なんとかだよって え聞いたことない。聞いたことないの。ないやさ。あら、わかんねえ。もう残念。もういいや恋人の会話じゃないんだからさ。ごめんこらすいません。むむむ。むむむむむむ。はい。さあ、それではですね、うん。はい。メッセージもたくさん来ているということでご紹介しましょう。うん、はい。おはようございます。おはようございます。朝くれたね。ありがとう。はい、今日は読谷キャンプを見に来ているよ。はい。この後、知多球場のオープン戦に見に行くよということで、2月23日、土曜日かな。いや、日曜日ですね。日曜日か。23は。はい。うん、ね。に来てくださったということで、はい、吉田さんありがとうございます。いつもね FM 台に月刊ドラゴンズを送ってくださってありがたいよね。もう愛用してますよ。ありがとうございます。ねえ、本当にありがとうございます。選手のね写真も、載せてくださってるということで、うん、さあそして続いても吉田さん。そうだね、テレビ局の取材を受けている、うん、塚本コンディショニングコーチ、はい、コーチの写真がすごい。なかなか見れないからね、そういうこの場面っていうものがね。はい、吉田さんありがとうございます。吉田さんあれですね。何？特派員ですね。この時期の FM タンの。この時期じゃない。吉田さんはね、一年中なの。あ、そうなんだ。いろんなグッズも送ってくださるの。ありがとうございます、もう。それで本当に、なんていうのかな。私たちの方は、沖縄でなかなかね、中日の、情報ってなかなか入らないじゃないですか。助かる、助かる。ね、嬉しいなと思いましたね、はい。ありがとう。ありがとうございます。はい。で、もう一つ来てます。うん、これ。はい、大丈夫かな、いけるかな。はい、FM ユータンの皆様へということで、うん、みゆきさん、まさやさん、こんにちは。みゆきさん、お帰りなさい、うん、とうとう今年最後の放送ですね。そみち、あ、嬉しい、こうなって。総括すると雨で思ったほど練習が見れなかったり、ね、バス移動の私は乗り継ぎでずぶ濡れになって、靴やブーツが2足もダメになったり。でも楽しかったな。選手はすごく頑張っていました。ますます好きになりました。そしてますます全員が好きになりました。一人一人思い入れがありすぎます。読谷での一番の思い出は村民のおばあちゃんに村民に間違えられたこと。なんだか馴染んでるんだかすごく嬉しかったです。二番目の思い出は地元読谷ではなく、那覇寄りの南側の友達と2年ぶりにご飯していたら、ちょっと上投げて、あ、はい、ごめんなさい、うん、はい、こうですね、はい。どこかな。あ、2年ぶりにご飯をしていたら、うん、ドラ戦士読谷組が入ってきたこと。ほうほう、どうやら私たちより先に超大物ドラ戦士に、うん、ドラ戦士もいたようで、はい、こんなところで しかもドラ戦士に遭遇するなんて。な、一気にご飯が喉通らなくなったですあー、うー、笑いってことで嬉しい、ねえ、ね、あと先週本当は書こうかと思ったのですが、はい、マサヤさん一人で大変かなと思ったので、うん、送りませんでしたが、いや何をおっしゃいますか。楽しくできました。先週の放送の前々日、はい、ルーキー岸本くん18歳のお誕生日でした、うん、あ、そうなんだ。そして今日は2年目の若松くんの19歳のお誕生日です、はい、おめでとうと言ってあげてください、はい、来年は一軍とファームともに、チャンピオンフラッグをともに読谷に帰、フラッグとともに読谷に帰ってきてくれるはずです、はい、読谷からも応援してくださいということで、ありがとうございます。なるほど、ね、嬉しい。ね、写メもたくさん、ね、送ってくださってて すごい。そして一つ一つ、うん、ね、どういう写メだよって、ね、そう、読谷から知多に帰るバスの中から見えた虹とか、知多情報では沖縄の星、あの又吉くん ね、又吉投手ね、笑顔も人柄もひまわりみたいな人、練習中取材中ファンに対してそれぞれの顔がプロのお手本みたいな人、うん、そんなね情報もたくさん載せておりますけれども、嬉しいね。そして余談ですが
同じホテルに島田紳助さんが泊まっていました。マジっすか、びっくりしましたということで、静岡のテレビに取材されました。静岡の星、ドラマ、ドラ1の、翔太くんの取材でした。あ、すごい。帰りの飛行機搭乗口で並んでいたら、私の前に並んでいた、ベニさんでした。すごいな、すごい確率ですね。同時にソチオリンピックもあり、応援の忙しいキャンプでした、はい、来年も読谷に行けるようにキャンプ貯金しなきゃー。すげー、カズさんからでした。ありがとうございます。持ってるね、カズさんはね。カズさんすごいね。名古屋からだよ。あの島田紳助さん気になりますけどこれすごいね。紳助さん元気かな。これ一緒ですね。あ、一緒ですね、はい、ありがとうございます。いや素晴らしいです、はい。続いて、はい、こんにちは。昨日でキャンプ終了でしたが、2軍は今日までだね、うん、そうよ。今日朝イモーニングの方でもね、うん、2軍は今日までなのでみんな来てねって言ったんですよ。そしたら、うん今日ね、うん、私、キャンプ場に行ったんですよ、はいはい、そして、樋口マネージャーにお会いしまして、みゆきさんありがとうね、朝呼びかけていたねということで。あ、聞いてくださったんだ、ありがとう。来てたよ2人違うよ、ゼロよりはいいじゃないですか。でしょ、マネージャーそうよ、来てたよ2人って。そうもうしっかりとちゃんとそういうこと言うんだからと思ってね。ゼロよりは2人の方がいいですよ。そうね、 おめでとうございます。マネージャーいいでしょ面白い、はい、こちらね、吉田さんから2軍は、明日福岡に移動だよということで、うん、今日の中日スポーツには、はい、伊藤純喜投手が、星を座らせてブルペンでなんと20球の投球練習を行ったと出ていたよということで。そっか、もう本格的にやってるわけ、ね、すごいね、はい、嬉しい。次はこれもまた吉田さんから、あ、写真アップ中の写真ということで、うん、ありがとう、ね、嬉しいね。写真、はい、これだね、うん、そうだね、はい、これ上か、うん、これ、はい、あ、これさっき入ったの。そうです、そうです。カズさん、はい、ありがとう、ミク、うん、さん、マサヤさん、特派員カズです。そう、特派員ですよ、もうカズさんはありがとうございます。ミクさん、マサヤさんに、司会のミクさんがファンだから写真撮らせてください。マサヤさんだよ、ミセさんだよ。あ、ミセさんか、マサヤさんで、ミセさんに、司会のミクさんがファンだから写真撮らせてくださいってアピールしたから、ミセさん分かってると思うよ。マジですか。あとで、牛美味しかった、紅豚も、季節そうなほど美味しかったカズということで。あ、すげー、わーすごーい。ミサ、これもあれだね、ミセさんね、そう、私たちと同じ年代なんだよ。え、マジっすか、うん、はあ、そうなんだ。そう、そうなの。だから応援して。わかりました。しかも後ろに吉見投手が映ってるさりげなさりげなこれさりげなくではないか、うん、でもなんか素の顔だよね。いいね、そのまんまいい笑顔で自然っていう感じ。カズさん、ありがとう。ありがとうございます。貴重だこれ。じゃあミシさんに日上行きだよって言えばよかった。ね、今年は何か違うはずよ、ね、そう、ちゃんと中継ぎ頑張ってくださいね応援してるよ。お前に言われるでも分かってるみたいな感じで、ね、変えてきそうだけど、ね、でもね、本当に、今年っていうか今月もね、この1ヶ月間のこの FM ユミタの特別番組にもたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてドラシェメに参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そこでマサヤさん、はい、ラスト最後のドラシェメ発表です。おめでとう。はい、ドラシャメ発表、どんどんいっちゃおう、あと1分。はい、じゃあ読んでいい？読んで読んで。ドアラ大好きっ子さん、ドアラ大好きっ子さん、おめでとう、おめでとう。で、もう一人、龍子の剣、龍子の剣、龍子の剣さん、はい、おめでとう、はい、おめでとう。あ、ユニフォーム、ユニフォーム、あらっち、龍子の剣で、チアファン3号さん、チアドラファン3号さん、すごいすごい、マグカップ、マグカップ、マグカップ、はい、おめでとう。で、これいいラジオネームだね、男たつなみ健在さん。あ、すごい来てます、おめでとう、はい、サインボール、サインボール、はい。で、もう一通来てるんだけど、うん、ね、こんにちわんこそばさん、はいはい、こちら来てます。はいはい、この5名、あー、おめでとうございます、はい、後でまた電話しましょうね、うん、こんにちわんこそばさん、おめでとう、ありがとうございます。たくさんのね、また、商品も用意させていただきました。本当にありがとうございました、はい、後ほど私たちの方からご連絡したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 FM 読谷中日ドラゴンズ特別番組、千葉リオ中日キャンプイン読谷。この番組は琉球青森サンパー東蔵有限会社三沖、豚屋黒政
ロエルの提供でお送りいたしました。そして、また多くのスポンサーの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。来年頑張れ。ありがとうございました。また来年。ありがとう。日本一を目指して頑張ろうね。頑張れよ。頑張れよ。阪神も頑張れ。こら。